リラの聖アン聖堂聖堂内部トッポグラフックマップオブザブルガリアンベースエリアフィーチャリングザチャペルエスオールドニュープレミストッポグラフックマップオブリビングストンアイランドスミスアイランドリラの聖アン聖堂はリビングストン島にあるブルガリアのオフリドの聖クリメント基地に建てられた南極で最初の聖教会の建築物であり世界中で祈りが捧げられる 聖教会の中でも最南端に位置する建物でもある。3.5メートル四方の建物の礎石は2001年12月9日に、超タスク祭、ルボミルブラトエフによって据えられ、完成した聖堂は2003年2月9日に、聖記をされた。聖堂の金は、1993.94年に、基地で医師として働いていた、前副首相、ニコラ・バシリエフにより建納され、 屋根の十字架は、ブルガリア人芸術家、リコカプシェフにより建納された。聖堂には、ブルガリア人芸術家、ゲオルギ・リモフによる、イコン、ハナム・コイ・イスハリストス、および、ブルガリア大統領、ゲオルギ・パルバノフが2005年1月15日に、聖堂を訪れて、ろうそくを検討した際に建納した、リラの聖意ご案のイコンが収められている。ありがとうございます。